今日からははるばる島根県からやってきた友との山旅です。友の希望で長ヶ岳から常念岳の稜線を歩くコースを設定、3日間の日程です。昨年自転車でやってきた三ツ俣までは友の車で移動、記憶のある登山口を出発しました。しばらく歩くとね、有名なゴジラの木に遭遇、テレビで見た時にはなかった炎を吹いていたり、牙の形が変わってたりしましたが、確かにゴジラでした。1969年に三ツ俣の登山道が開かれた時には発見されていて、以来この道のランドマークになっているらしい。さすが北アルプスの入門編というだけあって、長ヶ岳への登山道は穏やかな道が多く歩きやすい。後半の稜線に出るまでしばらく急坂の道が続きますが、危険箇所もなく整備された道が続いていました。稜線に上がってほんの少し歩くと長ヶ岳ヒュッテが見えました。長ヶ岳ヒュッテは絶好の場所にありました。穂高連峰と大キレット、そして槍ヶ岳が真正面に雄大なパノラマとなっています。ややガスがかかってその全貌を見せてはくれませんが、時折槍の穂先が姿を見せたり、奥穂高岳が姿を見せたりしてくれました。ヒュッテに入った後、すぐ近くにある長ヶ岳最高峰に行き、二人で記念撮影。そこで飲むコーヒーは美味です。今までの山旅では、小屋泊り、自炊旅が原則だったんですけど、今回の友との山旅では、食事付きの贅沢な山旅。上部はガスがかかった穂高連峰を見ながら生ビールで乾杯しました。夕方になるとなんと珍しいグロッケン現象が現れました。夕日に照らされた自分の影が反対側の霧に映って見える現象なんですけれども、昔はね、仏様の姿を見た奇跡と考えていたんだそうです。初めて見ました。槍ヶ岳と穂高連峰の間の大キレットに沈む夕日を見ながらの日暮れを堪能、明日の朝の眺望が楽しみな夜になりそうです。